その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。麦谷で五郎を見つけました。酔っておったか。さましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。やと。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえた。絹を陣おい。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえた。絹を燃やし放免してやった。あやつはご近世に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。もうこの囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下文を届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。
上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。深くを取るな。救援、隠れて。あの門を抜けねばならん。よし、高い、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。大分腕を上げた。どうしよう、突進。足を止めるな。切り捨てて進め。
陣、行くぞ。見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。おじ上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。
の船が来る。ゴロ、耐えてくれ。よくやった。ゲブミを頼んだぞ。やりました。さすがだ、ジン。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。お叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あのゲブミには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。お叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。兵を増やさねばならん。お前の友を連れ槍川で味方を募れ。ユナに会います。終わったら我が久原の陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。